こんばんは、わしみです。今日は、シワやたるみの原因は皮膚ではないですよ、についてお話しさせていただきます。えー、シ,シワやたるみのケアをしようとすると、えー、ほとんどの方はシワやたるみが現れている皮膚に目を向けてしまいます。えー、しかし、それは間違いです、えー。シワやたるみを引き,こ引き起こす原因は、皮膚ではなく、その下にある筋肉にあるのです。 私たちの肌をベッドに置き換えて考えてみましょうマットレスが筋肉で表にあるシーツが皮膚になりますシワになったシーツの表面だけをいくら引っ張っても内側のマットレスが潰れていたらシワは取れません人も同じでシワのある皮膚をいくら引っ張っても筋肉が潰れていたらシワは取れません えー、それでは、えー、先ほどと比べて見てもらうと分かるようにマットレスがふっくらしていたら、えー、どうなるでしょうか、えー、マットレスがふっくらと弾力のある状態になったら撫でるように整えるだけでシーツは簡単にパーンと張ります、えー、人も同じで筋肉がふっくらと弾力がある状態になったら撫でるように整えるだけで、えー、皮膚は簡単にパーンと張ります 筋肉がふっくらとしている状態とは歯間拡張している状態筋肉が緩んでいる状態のことになります筋肉が緩み、ふっくらと弾力のある理性系が赤ちゃんです赤ちゃんの肌は無駄に無駄な緊張による引きつけもなく緩んでふっくらとしていますシワやたるみのケアをするときは 皮膚を引っ張るのではなく、筋肉を赤ちゃんのように緩め、ふっくらとさせていきましょう。以上です。ありがとうございました。